今日は自動詞、他動詞第1弾です。まずは一番簡単な、そしてみんながよく間違えやすい入れると入るについて考えてみたいと思います。皆さんはコーヒーを飲みますか？一日に何杯ぐらい飲みますか？お砂糖やミルクはどうしますか？私はコーヒーが好きでした。過去には一日に10杯ぐらいブラックで飲んでいました。ブラックはお砂糖もミルクも入れない飲み方です。コーヒーの香り、特にモカの香りがとても好きなんですが、最近ではコーヒーを飲むと胃が痛くなってしまうので、ブラックでは飲めなくなりました。たまに飲むのはセブンイレブンのカフェラテが多いです。家で飲むのはハーブティーです。今ハマっているのはノンカフェインのルイボスティーか、ローズヒップ&ハイビスカスティーか、カモミールティーです。私の飲むコーヒーには砂糖もミルクも入っていません。私はコーヒーに砂糖もミルクも入れません。この文章が基本です。コーヒーに砂糖を入れる。砂糖を入れる。これは行動ですね。そしてその私がコーヒーに砂糖を入れた結果、コーヒーに砂糖が入っている。コーヒーに砂糖が入っている。という状態になります。コーヒーにミルクを入れる。これは行動です。コーヒーにミルクが入っている。これは状態です。さて、ここでどちらが自動詞でどちらが他動詞かなんて覚える必要はありませんよ。ある生徒さんは方向がどうとかという覚え方をしていましたが、私が皆さんに覚えてほしいのは、を入れる、を入れます、を入れたい、を入れて、を入れたら、を入れない、を入れません、を入れましょう、を入れてほしい、を入れないでほしい、を入れなければなりませんという活用です。それぞれ皆さんの生活の中の行動を考えてみてください。例えばカバンの中に何を入れますか？私が絶対にカバンに入れるものは携帯とお財布と運転免許証と家の鍵と車の鍵です。最近はマスクの替えや消毒液も入れなければなりませんね。今のは私の何々を入れるという行動でしたので、結果私のカバンの状態は携帯とお財布と運転免許証と家と車の鍵とマスクの替えと消毒液が入っているということになります。次の他動詞は何々を残す、自動詞は何々が残るです。これもよく皆さん間違えます。何々を残すは自分の意思で残す、何々が残るは、残した結果何々が残った状態になったということですね。あるいは今も残っている、残す、何々を残す、残した
ですね。そして何々が残る、残った、残ってしまったはちょっと残念な気持ちですね。その例を見てみましょう。台湾の義理のお母さんはおもてなしの気持ちが強いです。だからお嫁さんのためにたくさん料理を作りすぎます。でもお嫁さんはそんなに食べられません。これは可能形ですね。食べられない。だから料理が残ってしまいます。が残るです。だから料理が残ってしまいます。お嫁さんは料理を残すのはお母さんに悪いと思うけど、たくさんは食べられないです。できれば残さず食べたいです。料理を残された義理のお父さんとお母さんの気持ちはどうでしょうか。量は多いけど、できれば残さず食べてほしいと思っています。嫁、残さず食べたい。義理のお母さん、残さず食べてほしい。で、ほしいの使い方がわかりませんか？彼女は彼のために痩せたい、痩せたい。彼氏は俺のために痩せてほしい。こんなことを言う彼氏は今時どうでしょうかね。俺のために痩せろというような男は多分みんなはいらないと思いますね。女の人のスタイルだけを重視するような男は今時ちょっといらない感じですかね。では子供、試験で100点を取りたい。お母さん、試験で100点を取ってほしい。今までは両方の気持ちが一致していましたが、一致しない場合もあります。例えば嫁、夫と離婚したい。夫、俺と離婚しないでほしい。子供、外に遊びに行きたい。お母さん、外に遊びに行かないでほしい。例えば家で勉強してほしいとか、コロナが危ないから外に行かないでほしいとか。でもお母さんは掃除するから子供が邪魔だと思った場合は、外に遊びに行ってほしいと思いますね。これが、何々たいと何々てほしい、ないでほしいの使い方です。では台湾の優しい義理のお母さんの話に戻りましょう。残った料理は同居していれば翌日の昼に食べますが、同居していない場合は義理のお母さんに包んでもらって持ち帰るそうです。何々を残す、何々が残る。何々を残すは自分の意思ですね。何々が残るはその結果の状態です。ここで生徒さんは自分で例文を作ってみました。家族は全員海外旅行に行ったなのに、私は一人残しました。家族は全員海外旅行に行ったなのに、私は一人残しました。さて、この文章には二つ間違いがありますよね。まず、言ったなのに、これはどうですか？なのにがつくのは、今日は休みなのにとか、仕事なのにとか、という名詞の後、あるいは、な形容詞の後の例は、例えば、
ライオンを飼うのは危険なのに、危険な、危険だというな形容詞ですね。ライオンを飼うのは危険なのに、彼はペットにしているとか、彼女は綺麗なのに性格が悪い、綺麗な、綺麗だというな形容詞です。彼女は綺麗なのに性格が悪いとか、この綺麗というな形容詞は言葉の終わりがいって終わるし、とても覚えやすい言葉のために多くの誤用、間違った使い方はこの綺麗という言葉にあります。そのために美味しいなのにとか安いなのになどと、何々いいなのにと言いたい生徒さんがとても多いですね。綺麗なのには例外で、通常はいい形容詞の後は美味しいのに、安いのにとのにだけがつきます。同じように動詞の後にものにだけ。だからこの場合は、家族は全員海外旅行に行ったのにが正しいですね。次に、私は一人残しました。このままでは意味不明な文章になります。もし一人残りましたといえば、自分の意思で残った、仕事とか何か事情があるという意味になり、私は一人残されましたというと、みんなが私を誘わなかった、置いていかれた、寂しいという意味になります。例文です。もう10時なので仕事を残して帰宅した。これは自分が決めた行動です。を残すですね。一方、今日中に終えなければならない仕事が残ってしまった。これは自分が仕事を残したかったわけじゃないけど、結果的にそうなってしまった。この場合が仕事が残ってしまったになります。まとめです。今日勉強した他動詞、自動詞は、何々を入れる、何々を入れるという行動のその結果、何々が入る、入った、入っているになります。そして何々を残す、例えばお母さんが作ってくれた料理を残す、お嫁さんが作ってくれたお弁当を残す、その結果何々が残る状態、何々が残っている。そして日常会話で役に立つ表現は、自分が何々したいという表現と、他の人に何々してほしい、何々しないでほしいという表現です。自分の例に置き換えて例文を作ってみてくださいね。作った例文はレッスンの時に教えてください。それではまたすぐに自動詞他動詞をやりましょう。みんながもう自動詞他動詞は絶対に間違わない、怖くないというまでこのシリーズを続けます。毎日聞いていると多分、これは自動詞なのかな、他動詞なのかなって頭で考えなくても自然に出るようになると思います。それではまた。ゆきこでした。